シャ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 。お待たせしました。特製ジュースです。おお、似合ってるじゃん。タイヤが買った店だ。もっとリラックスしたらどうだ？はあ、自分こういうとこ慣れないもんで。ガチャッカランカランカラン。なんだなんだ、地球人しかいねえじゃねえか。はあ、ビュンとユートーン。待てよ、ブンドリオ・ブンデラスは会いたくないそうだ。それはねえな。なぜあいつに会いたい？ブンドリオに会いたいのは私だ。本当に会わなくていいのですか？うん、会いたくない。いや、会えない。会えない。絶対。悩んでる姿も。かわいい！会えない。会えない。会えない。ふーん。てっ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 て足りないこんなもんか。オーバーヒートしちゃってアクセルキーポー。足りる風速取るで一切合切なぎ倒す勢いで。もうドキ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 って。Don't stop ready alright。爆上がっていこうぜ hands up hands up。完璧じゃなくたって。世界中全部かき回すんだ。だいぶいいもんさ。かき回すんだ。でん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 。お、聞いてる聞いてる。よいしょ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 。ワッフワーム。でっこでこに体を鍛えるぜ。ブンブンジャーに勝つには1に筋肉、2に体力。うひゃーかー。ん、かー、ん、なんだ、どうした。お、あかー。お、やるちゃんどうしたの。目開けたら何かされてたか。キャノンボーグ様、まさか本当に改造を。これも地球縄張り計画のためです。他の星では順調にギャーソリンが集まり、ハシリアン本家は大いに発展しているというのに、よってヤルカーに一工夫加えました。さて、私はまだまだ改造と実験を繰り返さねばなりません。あなたたちは今まで通りギャーソリンを集めてくるのです。テールトゥーノーズ。おい、いたしゃ。でこでこにしてやれ。はい。ガッチャン、イグニッション。ドゥキッシュ。ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。ジー、ムジムジムジーム、パワー、うわー、うわー、はぁー。目開けたらハードディスクが壊れてたか。ということで、前田です。すいません、お疲れ様です。いやー、ちょっとショックなことが
起きてしまいまして、昨日かな、日曜日に17話の再現を取り終わってパソコンにデータを保存しようとしたらですね、なんとブンブンジャーのデータを保管しているハードディスクがアクセスできなくなっちゃって今も復旧できてないんですけど、こういう風に画面今見ていただいてるんですけどね、ここにサムネイルみたいなのがバーっと出てると思うんですよ。これ iPhone で撮影した素材なんですけど、この左上にですね、こういう風に黄色いマークが出てて、これ元のファイルの場所にこのファイルがなくなっちゃってますよっていうマークなんですよね。そう、それでここ2週間分ぐらいかな、幸い6月の、上旬にですね、そこのドライブのバックアップを取っていたので、ここ2週間分よりも前の素材は無事なんですよ。ただ、最近作ったですね、この16、これ切り替えると16話のブーンバイオレットの登場回とか、これね、収納ボックスの紹介動画とか、あとはこんな感じで、3D プリンターでやったブンブンジャーのマークの動画とかですね、この辺が消えちゃってしまってデラックスビュンビュンマッハロボとか、デラックスブンブンコントローラーの動画もですね、素材が消えちゃって、バックアップを取れてるのが、まあ、2週間前ぐらいのところまでしかなかったので、ちょっとですね、今不便をしているというところですね。オープニングの再現も一部差し替えたりしてた素材が消えちゃってるので、また前のに戻っちゃったりしてるところもあると思うんですけど、気づかれた方いらっしゃったかな。そう、なので、いや、やっちゃいましたね。バックアップはもう毎週撮らないと。で、これは17話で昨日撮ったやつなので、ちゃんと残ってるんですよ。こういう風に。マークないでしょ、ここの。なんですけど、16話はこのようにマークがなくて、これ触るとですね、こういう風に。この Y ドライブっていうのが消えちゃったんですよ。で、Y ドライブの中にブンブンジャーっていう箱があって、16話、ブンバイオレットっていう、毎週こういう風に箱を作ってですね、動画を保存して編集をしてるんですけど、これがなくなっちゃってですね、なんとか復旧できないか今いろいろ試そうと思っているところではあるんですけれども、これ見てる方でですね、そんなん詳しい方いらっしゃったら教えていただきたいです。こんな感じのハードディスクドライブ、外付けのやつを僕使ってるんですけど、なぜかこれだけアクセスしなくなっちゃってて、読み込む機械もですね、何個か持ってるんで入れ替えてみたんですけど、やっぱりこの子だけ認識しないんですよね。アクセスできなくなっちゃってて、中のデータが生きてるんだったら何とか取り出す方法とかがあればなぁと思ってるんですけど、できるだけお金をかけたくはないので、自分で何とかやってみて無理なら、また考えようかなと思ってますので、何か良い知恵ご存知の方いらっしゃったらコメントなどで教えていただけたらと思います。目を閉じたらじゃなくて、だって土曜日の僕、夕方ぐらいまで編集してたんですよ。想像合体とかあれ、土曜日の3時とかに作ったやつなんで、あれが作業が終わって、アップロードも終わって、で、パソコンを閉じて次の日開けたら、ドライブが動かなくなってるというですね。一日経ったらドライブが壊れてたかーってなっちゃってまして、いや辛いな。いや、やっぱこれを教訓に毎週バックアップ取らないといかんなとつくづく思いましたね。まあ、寝てる間にコピーかけて放置しとけば、まあ次の朝には終わってるので、そう、データが飛ぶこと考えたら全然そっちの方がいいっすよね、ということで、はい。皆さんもバックアップはこまめに取りましょうという警告動画でもございました。再現の続きまたお楽しみに。お疲れ様でした。前田でした。この動画は夢クリエーションバンダイさんのおもちゃと再現戦隊の制作でお送りします。最新話まで全話見るなら、東映特撮ファンクラブテラサ、その後は再現戦隊マサトシ前田へ。今日の放送をもう一度見るなら、アメバ、ティーバ、その後は再現戦隊マサトシ前田で。チャンネル登録がおすすめだ。よろしくお願いします。前田でした。